やめて。
お疲れ様です。はい、久々に、はい、もう疲れてますお疲れ様です。お疲れ様でした。お願いします。はい、はい、ご苦労様、はい、いただきます。うん、暑いからビールがうまいな。うん、歯医者は3ヶ月に一遍よ。クリーニングな。なんか面白い。なんかちょっといまいちだね。延々だから。これなくなったらな、それ使うと思って。どう？シューマイ。美味しいじゃん。な、9個も入ってるからな。一人じゃ、ちょっと食い切れないよ。だからご飯なしでね。一回やったらもう食べちゃうけどな。サッカー見たの？昨日。うん。昨日サッカーやってたの？あ、やってた。テレビでやってないのかもしれないけど。うん。9時から木村拓哉の面白いのあったの。ドラマ。それ見た？ドラマ？ドラマ。うまいな、あいつな、演技な。岐阜の、な。うん。織田信長か？ああ。その醤油もある。うん。それはもらったんか？それも。それもらったやつ。これちょっと濃い口じゃない？なんかね、色がね。うん。これはちょっとしっくりくる。これは減塩でな、ちょっと薄口醤油みたいなの。あれだろうな。年寄りには減塩がいいと思ってカットしてんだけど、これ。なんかでも人当たりがね、すごくいい。すごく感じいいでしょう。僕はもう、そういうとこは好きな。味の方はな、いまいちであってもよ、雰囲気が良くなかったり。うん、やっぱそれだけにお年寄りがね、来るんだよな、いっぱい来てる。うん、綾部からもわざわざ来る人がいたよ。居心地がいいから、ね。居心地がいいからな。え、運転を？運転してくるわけ。やばいじゃん。あ、やばいと思うよ、俺。それからもう顔おなじみ。ちりめんじゃこ。あ、ちりめんじゃこはお前、ちょっと持ってきてあげる。三種も入ってさ。うん。山椒もピリリと辛いけど、これちょっと醤油な、まあ食べてごらん。ちょっと辛みあるよ、大根はな。大根辛いよ、これ。今は火まで頭をぶつけられたような衝撃が存在します。わ、辛っ。大根おろし？すごいね、これ。ここ畑で採れたやつ。うん。すごい、これ。うん。夏場はどうしてもね、辛みが来ちゃう。炊いたら生でおろしたらもう辛いわ。動物に食べられないようになってるのかね。うん、そうかもしれないけど。